こんにちは。日本一優しい本格パン作りの教科書のミカです。2020年3月末にチャンネル名と同じ題名の日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版いたしました。今まで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していこうと思っています。今日は初心者の方もね、比較的簡単にできるバケットの方をご紹介していきたいと思います。バケットを作ってみたかった人、バケットってどうやって作るのかなと思って気になっていた人はぜひ最後まで見てもらえるととても嬉しいです。では一緒に作っていきましょう。材料の説明をしていきますね。まず純強力粉です。リスドールを私は使っています。こちらを 200g です。インスタントドライイースト 2g、 お塩 3.6g です。まあ、あまり大きい声では言いませんが、お粉はね 5g ぐらい多くてもいいですけれども、イーストとお塩は正確に測るようにしてください。こちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜていきましょう。お水 130g です。よく水温聞かれるんですけれども、真夏は冷水、それ以外は常温で OK です。はい、ここは手早く混ぜていきますよ。底の方からね、しっかりと混ぜていきましょう。でだんだん水分がなくなってきたけれども、粉気が残ってしまっている時にはカードで生地を切るようにしてあげるとお粉が入りやすいです。粉気がなくなりましたらボウルから生地を出します。はい、ここからしっかりこねていきます。手のひらを使って大きく生地をね、台にこすりつけるようにして伸ばしてください。で材料が混ざったら叩いていきます。両手で生地を持ってテーブルに叩き落としたら2つ通りしてください。しばらくこんな感じで生地を叩いていきます。あまりね、バンバン叩いちゃうとマンションに住んでる人なんかは階下にね、響いちゃうことがありますので、まあほどほどにね、叩いてください。ただね、これ結構気持ちいいんですよ。生地の触り具合も気持ちいいし、このね、叩くっていうね、作業がね、結構ストレス発散になるのでね、まあ虫になりたい時とかね、結構パンのこねるのとおすすめです。叩いていくうちに生地の表面がつるっとしてきて、だんだんね、伸びなくなってきます。そしたらね、生地がもうこね上がりかどうかチェックします。グルテンのチェックです。生地を引っ張ってみます。すぐ切れなかったらこね上がりです。切れるようだったらね、さらにこねていきましょう。でまた同じようにグルテンのチェックをしていきます。はい、私の生地 OK なので、ここでね、もう分割をしてしまいます。1個が約 110g になるように3分割にしてください。分割できましたらテーブルに打ち粉をして生地を丸めていきます。打ち粉はリスドール使っています。できるだけ綺麗な俵型になるようにしていきましょう。で3個できましたら室温で30分置いときます。生地乾燥しないように上にふんわりラップをしておきましょう。ピタッとしちゃうと生地にくっついちゃう可能性があるのでね、ふんわりラップをして室温で30分置いときます。その間にキャンバス地用意しておきます。成形した生地が乗せられるようにキャンバス地端っこの方を折って生地が乗せられる準備をしておいてください。私のキャンバス地ちょっと硬いのでね、目玉クリップ留めておきます。これ目玉クリップって言うらしいですよ。30分経ちましたので成形をしていきます。台に打ち粉をして両面に軽く打ち粉をしましたら、角を正面になるように置いて生地を手前側に2つ折りにしたら、親指でグッと押してもう一度2つ折りにして合わせ目を閉じます。両手で生地を伸ばしていきましょう。20センチぐらいがいいですかね。真ん中太くて両サイドが細めです。出来上がった生地はキャンバス地に載せます。同じようにね、残りの2本やっていきましょう。角度を変えてお見せしていきます。そういえばですね、この手のパンをフランスパンっていう人がとっても多いんですけれども、フランスでフランスパンって言っても通用しないんですよ。なんでかっていうと、フランスパンってフランスのパン全般のことを言うんですね。なのでこの機会にぜひこの手のパンはね、バケットって言うんだよっていうのを覚えておいてください。バケットです。はい、2本目の生地をキャンバス地に乗せるときには1本目とね、くっつかないように山を作っておいてくださいね。じゃあまた向きを変えていきます。今度はですね、三脚を前に抱えながら作業しているので、かなりやりにくいです。ちょっとね、作業がぎこちないかもしれないですね。伸ばしにくいです。
気をつけなくちゃいけないのは3本とも同じ大きさ、長さ、太さにするということです。この後最終発酵に入ります。35度で30分見ていきます。でこの間にね、オーブンを最高温度で温めておいてください。30分経ちました。キャンバス地からオーブンシートに生地を移していきます。まずピンを外します。そうだ、見てください、この傷。重心サンダーライガーさんのチャンネルが面白いよって言われたので最終発酵中に見てたんですよ。でも面白くって笑い転げながらね、発酵生地に取りに行ったらですね、まんまと落としてしまいましてね、すごく面白かったので概要欄にチャンネル貼り付けておきますね。はい、じゃあパン作りに戻ります。布取り板に生地を乗せて移していきます。これね、板にストッキングを履かせたものです。びっくりですよね。世界中のね、パン屋さんね、同じです。上に軽く打ち粉を振るっていきます。茶こしを使うようにしてください。振りすぎないようにね、気をつけていきましょう。生地全体にね、かかるようにしていきます。本来バケットって打ち粉振らないんですけれども、振っといてあげるとクープ入れやすいのでね、今回振るっていきます。クープ入れていきます。真ん中に1本スーッと入れていきましょう。オーブンに生地を入れていきます。240度で12分焼いていきます。熱いのでね、気をつけてください。スチーム入れていきます。では焼いていきます。焼き上がりましたので出していきます。天板だけじゃなくてパンも熱いので気をつけてくださいね。どうですか、綺麗に焼けてますよね。ちょっと面白いことやってみますね。これね、カラッとしたような音がした時ってこんな感じ。いいバケットが焼けたっていうことです。いかがでしたか？なんだかこのバケットなら作れそうかなって感じしませんか？このバケットですね、まあ、横にスライスしてもらってサンドイッチにしてもらうとね、とっても美味しいです。 NG 集です。落としたところがね、傷ついててね、クープいっぺんにいられませんでした。こっちはね、こぼしたんですよ。よくやるんですよね。今回ご紹介したバケットは本には載っていないんですけれども、生地の移し方だったりとかオーブンの上手な扱い方なんかは本に書いてありますので、こちらをぜひ参考にしてみてください。現在対面のレッスンの他に遠方の方でも学んでいただけるようにオンラインのレッスンをご用意しています。そちらの方はホームページに載せてありますので、ぜひご覧になってください。楽しんでいただけましたか？ではまた。